1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。よし、確かに今月分の1000万受け取ったぞ、クラレンス。来月からも頼むぞ。そして、これが本物のブガッティ・ディーボだ。納車する前によく見ておけよ。わかった、ありがとう。サクレオナルド、今回は本当に助かった。俺の面目も守れそうだ。頼むぞ。こうやって支えてやってるんだからな。また、バーベキューに呼んでくれ。じゃあな。皆さん、こんにちは。こんばんは。新サクの部屋のサクでございます。ザ・クルー2の時間がやってまいりました。いやー、楽しみです。そして本日、この NSX GT3 のデビュー戦ということで、朝からサクレオナルドは、もうデビュー戦のためにもうピッカピカにしてます。はい。ということで、このピカピカの NSX で今日はレース3戦連続でやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、やってまいりました。ちなみにこれはね、プロレーシング、こちらのツーリングカーになります。いましたね、クラレンスね、左にね。そしてここですね、ツーリングカーということで、やっぱりあれですね、全然追加されてませんね。全く追加されてません。はい。なので、全部これはもうコンプリートしてますので、一回は走ってます、必ずね。初見というのがありませんので、今日は順番に、ここからね、難易度上げて、こちらから、おっと、一気に290になった。いいレースすんじゃねえか、これ。よし、OK。これでやっていきましょう。こんな感じでね、今日は走っていきたいと思います。3戦連続で1位取れるか、やっていきましょう。それでは、頑張ってま、よっしゃ、やってきましたよ。ではもう車変えずにね、このまま行きたいと思います。いや、ちょっと雪が降ってるからね、これ天気が変わんないですよね。全天候型の天気じゃなかったと思うんですが、まあやっていきたいと思います。OK。もうこれはね、前回ティオというか、ストリートレースでやったけど、これマシンレベルがね、ほとんど一緒なんで、相手はもうエースモードみたいなもんですからね。ちょっとそのあたりちょっと警戒していきましょう。ちょっと邪魔ですね。君たち邪魔ですね。邪魔ですね。ちょっとコース全然覚えてないわ。コース。全然コース覚えてないし。よし、OK。右コーナー、右コーナー。はいはい。ちょっと邪魔ですよ、邪魔ですよ。皆さん邪魔ですよ。OK。よし、ここまで来た。とりあえずね、まあ、3戦連続1位で取らないと、もうノーマルモードじゃなくてハードモード以降は多分1位じゃないと、多分、ボール扱いにならないんでね。そこちょっと気をつけないと多分負けますからね。はい、これ雪ですから分からんね、これ全然。よしよし、 OK。 まあマシンレベルはね、もう2つ2ポイントだけ上回ってるから、まあ一応性能的には全然勝てると思うんですけど、ただやっぱりね、走ったことがないコースみたいなもんですから、ちょっとそれがね、かなりきついかなと思います。はい、まああとはどこであれするかですよね。おーっと、こっちか。危ねえ。危ねえな、これなかなか難しいですね、ここ。面白いですよ、でも。よしよし、OKOK。氷がきつい、氷が。いい感じで1位、ちょっと1位の後ろ、ちょうどいい感じで走ってますね。まだ1周に満たないのか、まだ1周じゃないのか。OK。いやいや、これちょっとなかなか難しいっていうか、なかなか面白いぞ、これは。よし、あとはもう普通に勝つだけなんですけど、それがまた難しい。OK、これでちょうどチェックポイント。これで1周回りましたね。OK。さあ、いい感じです。いい感じで2位を走っております。全然1位になれないです。はい、まあただここからですよ。サクレオナルドはここから。おい、オッケー。はいはい、潰せ、邪魔だ、飛び越えろ。邪魔。オッケー。よしオッケー。これよ、これこそサクレオナルドの技よ。オッケー。そしてストレートではなるべく加速。オッケー。差はほとんどないからね、これちょっと気をつけておかないと、これはあっという間にオーバーテイクされる可能性がありますので気をつけましょう。そして雪が一瞬にして溶ける、これがザ・クルー2のあるある。はい、よし、路面コンディション OK、 コンディション OK ですね。よし、 OK。 ここからですよ、ここから。ほっと、後ろ来たぜ、後ろ来たけど OK、 大丈夫。 OKOK、 落ち着いていけよ。最後のストレートで勝てるようにニトログリセリンしっかり置いとかないといけない。当選簿だ、この野郎。 OK、 よし、おー、ここでオーバーテイクされるね。やっぱされると思った。これはなかなか難しい。これ最後ホームストレートで置いてる方がいいかもしれないね、ニトロパワーはね。これマジで危ないよ、これ。よし、ちょっとこいつ潰そうか。ここマジで難しいな、このコース。 OK、 ちょっと待って、ニトロパワーはちょっと 84% か。これはやばいかもしれん、やばいかもしれんけど、負けるわけにはいかないんだ、負けるわけにはいかない。サクレオナルド、アメリカナンバーワンの男が1位以外取るなんてことはダメだ、絶対にダメなんだ、サクレオナルド。それはやめてくれ、俺からも切に願う。頼むぞ、サクレオナルド。 OKOK、 ニトロ置いといて、ニトロ置いといて、最後までニトロ置いとくぞ。ニトロ置いて、ここで一気に、ここで一気にいけ、ニトロ、
ニートロ無理か無理か、うわやばい、これは負けかもしれない、負けかも負けかも、いやきっと来る、オッケー、よっしゃ危ない、サクレオナルド危ない、もうすぐアメリカナンバーワン陥落するとこだったんや今、危ないことをすんなやレオナルド、頼むぞマジで、ほんまに今のかなり危なかった、おいおいおい、はい、無事終わりました1戦目、では2戦目いきましょう、ここも難易度変更してね、3だけ上回るようになりました、ほとんど一緒です。ここクラレンスいないね、クラレンス、クラレンスってね、よしやってきたぜ、さあもうコース上破りじゃないけど、もうどんどん制覇していこうぜ。NSX なかなか走り的には、まあ、走りやすいっちゃ走りやすいけど、やっぱ個人的にはまだあの 488GT3 の方がちょっと走りやすいかなっていうのがありますね。はい、来るかクラレンス、いるかクラレンス、どうだクラレンス、オーケーよしよし、まあいいまあいい、とりあえずくらいの気持ちでやりなさい、いやもう常にそんな気持ちで走ってるから、ちょ君たち邪魔だ邪魔だ君たち、よしオーケー、ここで一気に出よう、ここで一気に出よう、オーケー、さあクラレンスはやっぱりいないね、よしここで一気にストレート、ここで左コーナーまでに1位出れるか、よしこいつを、おっとダメなんで、こいつをちょっと潰そうと思って、今体当たりしようかなと思ったけど、やっぱりちょっとあの良い心が、両親がやっぱりそうはさせなかったわ、オーケー抜かれるね、まあいいまあいい、あの後から追い抜くから、先に様子を見るのが策略になるぞ、はいはい、先に様子を見ると策略になるぞ、 OK よし OKOK これで大体のやつらの実力は分かった、 OK こっからだ、さあアメリカナンバーワンと走れてみんな光栄だろ、この周りのやつらよ、よし OK、 おちょっとここコース早いな、コースがちょっと早い、もう一周回った、これこのねプロレーシングのコースはね、一周回ったかどうか全然分からんよね、これ全然コースが頭入らんコースが全然頭入らない、あ、これで一周ですね、ここで一周ですね、 OK よし、ホームストレートは一気に加速です、ニトロパワーでね一気に加速、ただ相手もねニトロパワーを使う恐れがあるんで、あの邪魔だ、よしニトロパワーを使う恐れがあるんでね、やっぱりねなかなか追いつかないですね、 OK よし OK 当選も潰せ、おパガーニじゃねえか、 OK ちょっと待てよし、邪魔だスリップストリーム、君ちょっといいとこ走ってんな、俺アメリカナンバーワンだぞ、俺はアメリカナンバーワンの前に走るな、ちょっと空気読めよ、空気を読めよ、さあ OKOK、 こっからです、はい、いやこれどうしよう、3戦連続でマジで1位取れなかった、超恥ずかしいんだけど、これアメリカナンバーワンですからもう取れて当然、よし OK すいません、いやよっしゃOK、 いやこれは正当なルールですからね、これグランツーリスモスポーツじゃないから、これはプロジェクトカーズ2でもないからね、これはあの正当な技ですから、アメリカナンバーワンがあの行う正当な技ですからね、大丈夫ですよ、はい、決して大丈夫ですOKOK、 ちょっとクラレンスがいないから面白くないんですよ、クラレンスがいないから OK、 さあここでまたマックスパワー OK、 ホームストレート帰った、どうやら3周勝負ですね、3周勝負望むところだ、 OK、 やっぱりサクレオナルドさん早すぎるよって言ってるだろうな今、あ OKOK、 よしよし、ここからさあ、あとはもうあのパガーニさえまた潰せば問題ないからね、あれ以外、あいつ以外は敵じゃないから、 OK、 次左コーナー気をつけてよ、ここさっきミスったところだからね、気をつけてよ、よし OK、 なんかさクラクション鳴ってしまうんですよね、 L スティック倒し込んであれするんでね、クラシックじゃない、クラ、違う OK、 よしちょ後ろ来てる、パガーニ来てるぞ、落ち着け、サクレノロ落ち着け、あ、ここでオーバーテイクされた、ここで間違いなくされた、いやークソ、ここでやばい、85%、OKOK、 よし、いい感じ、よし、これで87でしょ、ここでもうすぐ終わるよ、次ホームストレートですよ、ここ曲がったら、OKOK、 こう行って、こう右行って、ここでホームストレートでゴールよ、OKOK、 よし、アメリカナンバーワンは常にナンバーワンであれ、おっと後ろ来てるけど、ここで絶対追いつかんぞ、よし来た、 OK、 いやこれいいレースになってるわ、これよし、雨降ってきた、全てのピースがはまったわ、今さら全てのピースはまったんか、よし OK、 いい感じでゴールした、いや危なかった、怖い、非常に怖い、アメリカナンバーワンはね怖いです、
はい、ということで2戦目終わりました。さあ3戦目いきましょう。本日ラストです。まあまた1ポイントだけ上がりましたけど、これねまだサーキットみたいなとこですからいいんですけど、結構長いうろうろするサーキットみたいなやつは僕超苦手なんで、そこにならないことを祈りたいですね。はい、ということで3戦目ラスト飾りましょう。3戦連続優勝でサクレオナルドの優勝、アメリカナンバーワンを不動のものにしましょう。やっぱり雨かやっぱり雨ですね。結局なんか雨とか雪ってかなり多いですよね、なんかね。はい、でもまあいいんです。はい、ということで今日ラストですね。ラストを飾ってほしいな、クラレンス。よし、いるか、クラレンスいるか。最後オーバルコースみたいなとこだったらいいな。あ、これオーバルじゃね、オーバルじゃね。よしよし、いけいけいけ、クラレンスいるか、クラレンスいるか。いないか、クラレンスやっぱりいないな。もう一度もうサクレオナルドにはもう勝てなくなってんだろうな。よし、オッケー、オーバル、おい、ちょっと当て逃げすんじゃないよ。ちょっと今の勝ったに BM だったような気がするけど。よし、ちょっとオーバルか、これ、オーバルですね。オーバルかな、ちょっとオーバルじゃないようなオーバルですね、これ。邪魔だ、邪魔だ、どくんだ、俺はアメリカナンバー、ちょっと待って、ここちょっとかなり、あ、オーバルじゃないやん、全然。これちょっとめっちゃ難しそうやん、ここ。覚えてないわ、こんなコース。でもちょっと覚えてるわ、どっちやねん。ちょっと待って、はいはい、オッケーオッケー。よし、よし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 、いいぞ、いいぞ。ここで次、左ですよ、左。はい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 、ここも一発クリアになる。この君邪魔ですね、邪魔ですね。よし来た、オッケー。ここのストレートでまた何キロまで出せるか。まずオーバーテイクしておこう。オッケー、まあマシンレベルは一応4だけですけども、上回ってるから、まあ多分大丈夫だなと思うんですけど、ああ、あのオーバルコースのちょっとコースパターンが違うやつね、ここ。はいはい、オッケーオッケー、分かった分かった。エンジンをチェックしたとこですね、ここ。 HQ 横が D ランとこですよね、これね。はいはい、大丈夫でしょう。勝てる勝てる、余裕で勝てる、俺は勝てる、アメリカナンバーワンだ俺は。よし、 OK。 さあ大丈夫か。ここでまたホームストレートまでの距離は長いけど、次のここの右コーナー気をつけてね。ここはやばい、オーバーランするぞ。ちょっと距離目測を誤った、大丈夫。そう、アメリカナンバーワンでもそういうことはある、珍しいことじゃない。よし、 OK。 もうクラレンスはね、もうサクレオナルドにはもう歯向かってこないから。もうティオもそうだけど、クラレンスも全然レースに出てこないもんね、やっぱりね。もう友達になったからね、多分もうそういう話にはならないよ。俺の排ガスまみれになりたいのかとかね、そういうことはもう言ってこないから、あいつもね。うん、ティオ、うん、クラレンスの名台詞ってなんだっけ、お前はなんだっけ、忘れたわ最近クラレンスと遊んでないからな。ずっとティオと遊んでるからね、バーベキューとかして。クラレンスもたまにバーベキュー来るけどさ、なんかあいついつもちょっとなんかちょっとね、とっつきにくいところもあるんですよね。まあでも今金利トイチで一応ね6億円貸してるんでね、まあ大丈夫だと思います。はい、よし、 OK。 とりあえずこれ勝てそうですよ、これ余裕で3戦連続でいけそう。もうどんなコースになるかはね、ちょっと覚えてなかったからさ、もう正直言うて一発クリアできないような難しいコースだったらどうしようとか思ってたけど、まあなんとか大丈夫そうですね。後ろも結構さ開いてるから、 OK。 これでなんとか動画的には綺麗に3戦連続1位で収まりましたね。はい、で NSX もいい音してますね、これね。よし、 OK。 ここでもうニトログリセリン全部使ってしまおう。最後このホームストレートで一気に使おうかね。はい、かっこいいです、非常にかっこいいです、ツーリングカーの NSX。 よいしょ、 OK。 とりあえず雨が降ったら意外と滑るかなと思ったけど、そんなに滑らなかったね。ちょっと距離の本当距離感を誤ったらちょっとやばい感じはするけど、まあでもなんとかいけそうな感じはしますね。はい、もう真後ろには来てますけども、多分十分ね、勝てると思います。はい、よし、 OK。 さあフィニッシュライン、 OK、 余裕です、ありがとう。 OK、 OK、 ありがとうございます。よし、 OK。 まあこれを続けて、まあ多分ねエースモードでは勝てないね、マシンレベル。多分エースモードだったら相手が320になるから、それは多分無理でしょう。おい、何八つ当たりしてんだよ君、おい、ちょっとローレンスだっけ、何八つ当たりしてんだ君、ちょっと待て待て、おい、ちょっとローレンスよ、おい、みんないじめられてんじゃないか。さあということで、無事にねレースが終わって、今ねニューヨークの方からマイアミの自宅の方にね NSX を飛ばして、帰っているところであります。いやー、いい勝負でしたね、かなりいい勝負でした。うん、やっぱりクラレンスはねもうアメリカナンバーワン の, サクレオナルドにはもう勝てないというふうに、まあ、悟ったんでしょう。もう全然レースにも出てきませんのでね。はい、まあまあ可愛いもんですよクラレンスもね。まあまたブガッティディーボン乗ったらクラレンスも調子乗り始めるかもしれないね。はい、まあ、そんな感じで、GT カーが GT3 の車が一般道を走ってますね。アメリカは何でもありです。はい、まあこんな感じで、また喋りながら帰りましょう。よいしょ、まあなんやかんやでもう15キロぐらいですからね、早いもんですよね。
ああ、ぶつかった。はい、よし。まあでもね、いろいろザ・クルー2をまた楽しく何回も何回もいろいろやってるけど、まあ思ったこと、やっぱりね、ストリートカーとかハイパーカーで遊びすぎて、あのツーリングカーとかラリーカーとかのアイテムが全然揃わない。これザ・クルー2のあるあるじゃない？結構あるあるじゃない？もうあの好きな車とかさ、そういったレースしまくるからさ、ほんとラリーとか全然たまらんよ、ほんとにアイテム。ラリーどころかも飛行機と、あの特にあのジェットスプリント、もうアイテム全くたまる気配がない。もうやらないもん、全然しないからね、ジェットスプリント。そりゃアイテムたまらんよ。 あの辺もジェットスプリントとか、ああいう船のパワーボートとかもコース増えてんのかな。多分増えてないような気がするけどね。やっぱりこの運営さんとかもやっぱり人気がある。そもそもザ・クルー2っていうのは、ザ・クルーっていうのは車のゲームですからね。そこに今回船とかあの飛行機っていう要素が加わっただけで、本来は車ですからね。だから車のレースをもっと増やすべきですよ。正直言うと飛行機とか船とかの追加とかいらないから、個人的意見ですよ。個人的意見ですよ、本当に。正直言うと本当そう。もう車だけ追加してほしい。せめて船とかね、ジェットスプリント、まあ船とか飛行機追加するぐらいだったら、まあせめてラリーカーでもいいから、あの増やしてほしいよね。まあランチア、ね、ストラトスとかそういう名車とかもあってもいいけど、やっぱり車を増やさないと。ザ・クルーっていうのはもともと車のゲームですから、何回も言うけど。だからやっぱりね、船とか飛行機を、まあ、極めてる人ってそんなにいないと思うんですよね。まあもちろん僕はもう、ジェットスプリントとか別に極める気なんかないし、さらさらないし、で、船も買う気はないし、まあ本当に飛行機も別に買う気ないし、もともとね、特別エディションじゃないわ、シーズンパスとかついてるやつで、乗ってますから、それで十分ですからね。うん、その飛行機で十分ですよ。だからあんまりね、そんなに買おうとも思ってないし、うん、やっぱり車だったらどんどん買いたいよね。車はやっぱり欲しい。やっぱり車は買ってなんぼですから、やっぱり車のゲームですからね。そういった面ではやっぱりザ・クルー1の方が、はい、行き過ぎました。ごめんなさい。これかっこ悪いよね。行き過ぎた。プープープーっていうのね。はい、OK。そう、そうなんですよ。だからザ・クルー1の時ってさ、結構車、まあそんなに台数は多くなかったけど、やっぱり充実してましたもんね、車のゲームで。まあアップデートで追加とかそういうのはなかったから、まあ分かりませんけど、うん、やっぱり面白かった。そしてストーリー性がやっぱり本当に良かった。ザ・クルー1は最後ちょっと感動したもん、僕。本当ザ・クルー1のストーリーね。まあもしね、私のザ・クルー1の動画見てない方おられましたらね、またぜひご覧いただければと思います。本当に、はい、さっきも髪を消したね、今ね。はい、本当ね、ザ・クルー1のストーリー結構感動しましたよ。本当ね、僕感動してね、結構おお、なるほどなっていう風になったからね。あれ良かった、アレックス。特に最後のね、アレックスとあのボスとの決戦なんか非常に楽しかった。本当にね、あのパーティー会場でね、お互いもしかすると打ち合いするんじゃねえかっていう風に見せかけて、俺は車好きだからレースで勝負をつけようみたいなね。あんなかっこいいセリフ言える？普通になかなか言えんよ。あれやっぱりサクアレックスだから言えるんでしょうね。サクアレックスならではのやっぱりあのセリフと言いますか、これやめてほしいんですよね。このもう意図しないこのこういう意図しないこういうね、あのスピードトラップみたいな、こういうのちょっとやめてほしいね。家に帰りたいんですけど、家、あ、こっちか、まだ向こうですね。はい、いや、やっぱりニューヨークから帰ってくると夕方から帰ったつもりがやっぱり夜になりますね。いや、やっぱりアメリカって広いな。さあ、家に帰ってきました。うん、今日は3戦連続、まあ、難易度を上げてのレースでしたけど、無事に1位取れて優勝できて終わってよかった。でもこの青い海と青い空にこの青いボディの NSX がなかなかかっこいいんじゃないでしょうか。なんでこんなに車続いてんねん、これ夜のラッシュか、これやばいやばい。ちょっと警察来る前にちょっとガレージに事故車隠しておこう。あ、また板金、これ7万円コースか、痛いなこれは。よし、ではでは、ガレージに格納します。はい、帰ってまいりました。お疲れ様、 NSX GT3 くん、ただいま。いや、ほんとね、よく頑張ってくれましたよ、今日もね。今日かなり激しいレースだったけど、やっと板金で綺麗に治りました。一応ね、修復歴はなしです。はい、ちょっともみ消しました。はい、サクレオナルドの権力はすごいです。いや、どの辺ぶつけた？結構ぶつけたよ、この辺。カーボン割れたからね、全部取り替えました。はい、ということで、
こんな感じでね、これで一応あれですよね、すべてのアップデートで追加された車種で一応カスタムしてレースを全部したということで、まあザ・クルーツはもちろん今後も続いていきます。そしてアップデートも今後続くと思われますんで、ぜひ期待して楽しんでいきましょう。そしてレースも定期的に楽しんでいきますんでね、ぜひともサクレオナルドの応援をよろしくお願いいたします。それでは皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。新サクの部屋のサクでした。